風がある日はもうこのままギシュギシュッと入れるんだけど、最後に入り口を入れるってことですね。風がない方は別にこれでも構わないです。大事なのは最後まで一回の視点は飛ばないように、そうしないと飛んでっちゃうんですね。説明するということは最初に視点で一歩取ってからやらないと